はい、最近多肉植物が好きになりました。今日ね、ユーレックスがお送りします。はい、この番組はね、多肉専門バラエティ番組ということで、アガベとかですね、サボテンとか、まあ多肉植物ですねの植物の紹介をしたりとか、また、多肉植物のお店に直接、お伺いしてお店の紹介をしたりとか、またですね、多肉植物などの、多肉がですね、もっと身近に感じていただけるように企画などですね、満載にお送りしております。ぜひね、チャンネル登録してご覧ください。はい、じゃあね、早速今回ね、何をしていくかと申しますと、メンズが選ぶ多肉植物。このね、多肉植物は女性にすごくね、人気な品種なんですけど、僕ユーレックスもですね、この多肉植物がね、メンズにももっともっと人気になっていただきたいですし、このね、メンズが多肉植物にハマっていく様をですね、ぜひ皆さんにね、ご覧になっていただきたいと思ってます。なのでね、まだこれは沼の一歩目ということで、今回はね、僕が一番最初に多肉狩りをしてきたこのね、多肉植物たちを今回はね、紹介をしていきたいと思っています。はい。で、今回ね、メンズが選ぶ多肉植物っていうことなので、普段ね、女性の方とはまた視点が違うかもしれないので、ぜひね、そういったところも、皆さん楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。まずね、順番にこちらからね、こういった感じで紹介をしていきたいと思っています。はい。まずが、はい、こちらですね。こちらが、水蜜桃って読むんですかね。もしね、ちょっとね、違う名前だったらね、教えていただきたいです。これね、本当にすごい可愛いですよね。多肉植物とかって、このね、もう実際にお花のね、花びらをね、見ているかのような、すごく本当にね、美しいですよね。結構僕個人的にはね、こういうね、ちょっと青っぽいっていうんですかね、青緑っぽい葉に、こういったちょっとピンク色、まあ今多分これ、ちょっと紅葉してるってことなんですかね。この寒さでこういった色になってるのかなと思うので、ちょっとね、これからまた夏場がどういった感じになってくるのか、すごく楽しみなんですけど、結構ね、この時期やっぱり色がすごく濃くて、すごくかっこよくて、やっぱね、葉がこんだけ詰まってるのもすごくかっこいいなと思ってます。で、こうやってやっぱ、エケビリアとかこういう多肉系って、真上からね、こうやって見るのもね、すごくかっこよくて、横からもね、すごくね、可愛らしいのがすごくね、伝わりますよね。皆さんどうですか？多分ね、多肉植物をね、詳しい方はいろいろと知ってる方も多いと思うんですけど、今回はね、メンズが選ぶ多肉植物っていうことで、あ、こんなんユーレックス選んだんだっていうので、またね、いろいろなコメントをしてくださるとすごく嬉しいです。はい、じゃあ続いていきたいと思います。2点目はこちらです。はい、もうこちらはね、結構もう本当に有名なんですかね。つぶつぶした玉がね、すごく可愛いなと思って選んだんですけど、こちらが虹の玉っていうね、品種ですよね。結構ね、園芸センターとかでもう結構よく見かける品種なんですけど、改めてね、こうやって見てみるとすごく綺麗で、本当にこのつぶつぶした玉がね、この本当虹の玉って言われてるぐらいすごく美しいです。で、結構ね、これはいっぱい増やせるっていうことなので、僕もね、ちょっとこれからいっぱいこの多肉植物やっていくと思うんですけど、ぜひね、この虹の玉どんどん増やしたいと思ってます。はい、じゃあ3つ目がこちらです。はい、こちらですね。桃太郎という品種ですね。結構最近ホームセンターってのもね、よく見かける品種なんと思うんですけど、僕もね、この桃太郎をまずね、初めに手に入れました。本当に可愛くて、結構ね、僕も結構アガベとかサボテンとかそういったね、男がね、人気になる多肉をよくやってたんですけど、このね、やっぱり桃太郎を見た時に、あれ多肉植物すごく可愛いかもってもね、思って、もうこれが多分ね、沼の始まりかなと思っています。はい。すごく綺麗ですよね。このなんか、葉っぱのツヤといいね、この葉先がピンク色になっているところがすごく美しくて、すごくね、見惚れてしまいました。はい。じゃあ続いてはこちらです。はい。こちらですね。こちらがサブセシリスというね、品種になります。すごく青が美しいですよね。もうね、これは本当にメンズもすごく好きなタイプだと思ってます。結構女性の方はやっぱね、ピンク系統が好きな方多いかと思うんですけど、やっぱね、男の子なんで、結構この青色っぽい多肉がすごくね、かっこいいなと思って選びました。で、本当に上から見ると、バラっていうんですかね、もう、バラのようにこの花びらがすごくね、美しくて、すごくかっこいいですよね。はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、続いてこちらが、花月夜っていうね、品種みたいです。すごくね、先ほどのね、やっぱ株とはちょっとまた、緑のね、
ちょっと薄めの緑色をしていてね、これちょっと本当に可愛らしい感じがしますよね。ちょっとまだね、大人っぽさという感じよりかはちょっとね、子供っぽさのある多肉でね、すごく可愛いなと思ってます。この葉っぱの厚さっていうんですかね、この先ほどのね、紹介してきたやっぱ多肉とはちょっとね、違いますよね。なんか厚さが違う。ちょっとまた厚いので、またね、多肉植物もいろいろなね、品種があると思うので、このね、いろんなタイプを集めていきたいなと思ってます。はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、こちらがですね、七福美尻っていうね、感じで書いてあるんですけど、名前言い方合ってますかね？もしね、正しい名前分かる方いたらコメントをください。七福美尻っていうんですかね。こちらがね、幹立ちタイプで、このね、株自体はすごく小さいんですけど、すごく可愛くて、このね、葉っぱが小ぶりな感じがね、すごく可愛いですよね。こういった幹立ちタイプっていうんですかね。こういった多肉もあるんだなっていうのね、新しい発見で、結構ね、いろいろな楽しみ方があるのかなと感じました。はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、こちらがルノーディンというね、品種です。このタイプ本当に可愛いですよね。この斑入りタイプみたいで、結構ね、店員さんには、ね、登竜門だよっていうね、ことをね、おっしゃっていただいたんで、このね、ルノーディン、ぜひね、ちょっと育ててみようと思って手にしました。この、葉っぱがすごく薄くて、品があって、で、このね、緑色のフリーがね、すごくね、美しいですよね。こういったね、ちょっとね、可愛いっていうタイプとはまた違う、ちょっと品のある美しいこういったタイプもあるんだなっていうのをね、すごく感銘しました。はい、じゃあ続いてこちらです。こちらがね、園芸センターで、センビルビウムというね、名前で購入したんですけど、ちょっとね、センビルビウムもいっぱいあるみたいで、ぜひね、これ、ご覧になって方で、もしね、正しいね、もっと詳しい名前がわかる方いたらね、ぜひコメントをしてくださるとすごく嬉しいです。まだまだね、僕もね、多肉植物すごく初心者なので、皆さんにね、いろいろとね、教えていただきたいと思っています。でもこのね、センビルビウムもすごくね、葉っぱがすごくね、薄くて、可愛らしくて、この葉っぱの並びですね。花びらの並びがすごく可愛いなぁと感じています。で、ちょっとね、この葉っぱの先はね、ちょっとピンクというよりかはちょっと紫色っていうのがね、多分特徴的なのかなぁと思ってるんですが、でね、こんだけ株があってもやっぱ一つ一つ顔が違うので、そこら辺もね、やっぱ多肉植物のね、楽しさなのかなぁと感じました。はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、こちらがオリオンという品種です。またね、今日今まで紹介してきた、こうね、エケビリアとはまた全然違いますね。なんか、全然この緑色のね、この色合い具合っていうのが、エケビリアもね、本当に品種によって違うんだなっていうね、印象です。で、またこの葉先のピンク色っていうんですかね、こう、おそらく冬になるとこうやって色が濃くなるっていうことだと思うんですけど、このね、色の濃さも全然この品種によっても違ければ、個体によってもね、ちょっと微妙に違うので、結構ね、やっぱり、その人が欲しい株っていうのをね、求めてね、こう、コレクションしている方も多いんじゃないかなと思ってます。じゃあ続いてこちらです。はい、こちらがね、パステルというね、品種になります。こちらはね、このパステル、またね、多分エケビリアとはまたちょっと違うのかなっていう印象なんですけど、この、幹立ちが細く細くて、幹からどんどんとね、こういう細かい葉っぱが出てきてるタイプで、すごくね、繊細ですごく美しいなと思ってね、ゲットしました。こういう幹立ちタイプの、こういう細いタイプも、すごくね、これ寄せ植えしたらすごくまた印象が変わってくるのかなっていうのでね、またこれからね、寄せ植えとかもしていきたいなと思っています。はい。で、このパステル、このね、しっかりとね、先の方を見てるとね、ちょっとやっぱお花のようなね、ちゃんと形をしっかりしてるんですよね。こんな繊細なんですけど、お花をね、ちゃんと見てるかのような感じでね、すごく可愛いです。はい、今回は多肉狩りをしてきた僕がね、いろいろとね、多肉植物の紹介をしてきたんですが、この多肉植物もいろいろなね、企画をしていきたいなと思ってます。メンズの方にもね、多肉植物もいいなと思っていただけるような、企画だったりとか、またね、寄せ植えをちょっとしてみたりとか、ぜひね、その時には皆さんね、こういう寄せしたら可愛いよとかっていうのがあったら、ぜひコメントしてくださるとすごく嬉しいです。で、また、このね、新しい企画として、タニトモなりませんかっていう企画をやっていきたいと思っています。タニトモ作りませんかっていうのは実際にね、多肉植物をやってらっしゃる方の、ぜひね、
お家にお邪魔したりとか、一緒に多肉狩りに行ったりとか、またイベントでお会いしたりとか、なんかね、そういうなんか、いつかね、交流ができたらなっていうのも含めて、こう、多肉を作りませんかっていう企画もね、これから進めていきたいと思ってます。この多肉植物をね、通して、多肉をぜひ作りたいと思っています。なので、ぜひね、コメントをしてくださったり、またね、インスタグラムもやってますので、またね、ぜひそちらも、チャンネルから飛べるので、そちらに、飛んでいただいて、ぜひね、DM とかしていただけたらすごく嬉しいです。でね、僕、多肉植物全然初心者なので、今回ね、この紹介させていただいた品種は、もしかしたらね、全然この、なんていうんですかね、ベアじゃなかったり、希少じゃなかったり、全然珍しくないものかもしれないんですけど、ぜひね、なんか、こういったおすすめの、多肉植物とかあったら、ぜひね、皆さんコメントしてくださると嬉しいです。はい、ということでね、今回もね、この動画良かったなと思った方、チャンネル登録、そして、グッドボタンの方をお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。